こんにちは、スイカです。では早速、抽選パー決めていきましょう。今回は、こちら。フーディン・ヤブソル・マリル・リアンシー・ダスト。今回はなかなか、強いね。はい、月見さん、対戦よろしくお願いします。皆さん、多分ね、今日は関しては、多分、擬革ガオガエンとかの動画がやたらと投稿されていると思いますが、バーチャル YouTuber の動画を投稿されていると思います。しかし、私、スイカ、そんなコンテンツには今日は媚びません。はい。やはりもう、スイカといえば、やっぱり、抽選パであると。まあ、それをね、まあ、皆様に、お見せできたら、私はそれでいいかなと、思います。で、そうですね。まあ、とりあえず、まあ、ダストダスでもいいんですけれども、マリルを使いたいって気持ちもあるんで、マリル使うわ、今回。あ、こんな感じでいきましょうか。はい。いやー、かわいい。いやー、ちょっとバーチャル YouTuber、 いや、実はですね、バーチャル YouTuber ランキングっていう YouTube のサイトがあるんですけど、それでですね、私スイカ、バーチャル YouTuber、 まあバーチャル YouTuber ですよ、まあちょっと片手間、まあこういう肉声実況とかもしてるんですけども、まあちょっとめでたいことに、まあ私スイカバーチャル YouTuber に選ばれましたね。はい、バーチャル YouTuber に目立たく、まあ、選ばれたんで、まあ、ちょっとこれからは私もバーチャル YouTuber を名乗れるんだなっていうことが、まあ、ちょっと最近気づきましてですね、まあ、僕はこれからはもう、まあ、バーチャル YouTuber で、まあ、生きていこうかなと、半分。うん、ただね、ちょっと、ウォーターメロンちゃんっていう方いらっしゃったじゃないですか。そのウォーターメロンちゃんは、ちょっとあまりにもね、不評すぎて、今後ちょっと、うつ病で倒れてしまったんで、出てきませんので、はい、皆さん、よろしくお願いします。まあ、とりあえずここはもう、まあ、リフレク貼ってもいいけど、とりあえず丸付け潰すか。うん。丸付け潰すっていう関係で、まあ、ここは再起ねでいいんじゃないかな。で、あいつさんこれなんか瞑想積んでる方、積んでくる方には見えないんで、まあ、これはこれ、急所でこれかよ。急所でこれはたまげたな。まあ、とりあえずやることはできたんで、まあ、ここはね、リフレクターで、退場でエントちゃいますか。やっぱこれ毒持ってるんかな。ごめん、全然わからんけど。まあ、とりあえず、ルナーラに関しては、多分有効だ何もないと思うんで、まあ、後ろの、アブソルで積んでいきましょうか。行ってこい!アブソル!実はこのアブソル、某、バーチャル YouTuber のキズナアユさんのものなんですけど、ちょっとね、ヌマクロと、交換、ちょ、訳あって交換して、今、この、キズナアユさんの、このアブソル、まあ、使ってるわけなんですけど、これちゃんと理由がありましてね。いや、実はね、ね、何月ぐらいかには、1月やったか、1月上旬には返すってね、ダイレクトメッセージにもらったんですけれども、あれから2ヶ月、まあ、一度も、返信が返ってきませんでしたね。果たして彼は、アブソルが嫌いなのか、それとも、まあ、沼黒が好きなのか、ちょっとその辺がね、非常に、疑問を感じざるを得ないんですが、全然食らわないと。まあ、壁もあるんでこの程度というわけですね。まあ、これ、要するに、この、メガアブソルって、これ、ノンスタイルの井上に似てるじゃないですか。で、僕ってね、ノンスタイルの石田に似てるってすんげえ言われるんですよ。つまり、これはどういうことかというと、どうやら、このメガアブソルと、この私スイカで、ポケモンからノンスタイルを名乗っていけっていう、そういう彼からの、助言なんですかね。ちょっと待って、待って、アシレールやべえ。待って、アシレール、アシレールどうしよう。地獄好きで食らうんか?俺もう全然何も考えとここ、適当にボタン押しちゃったけどさ、この、まあ、地獄好きでいいか。アブソルお疲れ!ノンスタイルこれで解散やん。ごめんな。もうちょっと頑張ってほしかったな。めっちゃ食らう。なにこれ?めっちゃ食らうやん。いや、どうやらちょっともうちょっとノンスタイルの結成は、ちょっと継続できそうですね。これからお前とノンスタイル組んでいこうな。よし。行ってこい。マイル。まあ、おそらくですけれども、これマイルでね、もうあと、アクアジェットするだけで、原大悟からの、アクアジェットするだけで多分勝てると思うんで、あと壁もあるしね、もう壁もね、まだ全然ありますし、まあ、こういうところで光の粘土が、めちゃくちゃ、刺さりますね。ムーホース。まあ、耐えるでしょ。壁もあるし。あ、全然食らわんな。こんだけしか食らわん。あ、すごいね。あ、やりますね。で、まあ、明らかに相手に上取られてたんで、まあ、ここはもう、アクアジェットで吹っ飛ばしてけやね。まあね、進化前なっても、
あの、マリルは強いんだよっていうことを、まあ、これで、多分見せつけることが、まあ、できるんじゃないですかね。さすがに耐えません、相手。おし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 。もう、さっきから半減と思えない火力ぶっぱしてますが、おー、これが強いところですよね。もう相手裏誰？ソルガリオも飛ばせるんじゃない？これもう。おー、ソルガリオ？いや、飛ぶでしょ、こんなんもう。舐めてもらっちゃ困るで。おー、マリルをな、おー、メテオドライブもな、これ壁ターン残ってますからね。おー、アクアジェットで飛ぶやろ、お前やったら。なあ。メテオドライブ耐えるやろ。行ってこい！おらぁ！硬っ！え？メテオドライブじゃないの、お前。あぁ！え？これ、この幻オールスターズに対して、これディアンシー、出さなあかんやろ。もう、アブソルめっちゃ刺さってるけどさ。アブソルめっちゃ刺さってるけど、俺、これはね、ディアンシー出さなあかんと思うわ。で、あとはですね、ちょ、V 字に受けに、まあ、トリトドン添えといて、まあ、こんな感じに添えといて、あとはですね、これ、いやーでも、で、あー、ラストだぞ、そんな刺さってないんか。いや、ラストだぞ、そんな刺さってませんが、やはりあの、今回、抽選波のコンセプト上、やはり、たくさんのポケモン、一匹でも多く、活躍させないといけないということなんで、まあ、ここはですね、まあ、躊躇なく、あまり刺さっていませんが、ダスダスも使っていきます。アブソルめっちゃ刺さってるけどね。フーパ。フーパ来た。こいつ何するんやろ。ただこれムーンフォース、めちゃくちゃ刺さるから、フーパって素早さそんな早くなかったでしょ。今しめか、解き放たれしか、解き放たれしかな。解き放たれし、フーパって。そんな食らわんかったイメージあるけど。じゃ、遅かったイメージあるけど。で、ディアンシーはですね、あの、なんと、これメガスピア顔負けレベルにね、種族値の変動具合が激しいんですよね、この子。そう。もう耐久の分をすべてね、素早さと攻撃に回しているっていう。そこがね、びっくりすべきポイント。まあ、なので、このディアンシーさん、まあ、立派なね、耐久力をね、捨てることで、まあ、モノハの剣を獲得したというわけですね、これね。攻撃が最大の防御であるっていうのを、まあ、これで皆様方にお見せすることができたんじゃないですかね。なんか来たし。なやこいつ。何すんのこいつ。あのさ、こいつ何するんか教えて誰か。もう偉い人。ここはフーパーでいいか。いやいや、ダスト交代。いやーでも、いやーちょっと待ってよ。これ負け筋が後ろレッグーザやねんな。ダストでええな。負け筋がレッグーザなんで、ここはおとなしく交代しましょう。うん。ちょっと有効度がないんでね。セレビー使ってる人初めて見たかもしれへんな。リーフストーム。なかなか立派な技をお持ちじゃないですか。なるほどね。まあ、これで相手はもう、なすすめなしって感じか。ちょ、ここ大爆発したいんですけど、いやーでも待ってよ、ここ。相手、これ、ウルネクめんどくさいねんな。どうしよう、これ。で、相手ここ引けなかったってことは、で、相手ここさ、このディアンシーに対して、この、暁の翼、黄昏の盾紙出してこなかったでしょ。これ、黄昏出さなかったんで、多分、レッグーザーか、ね、誰だったっけこいつ。これ誰だったっけ、ビクティニシだと思うんですよね。まあ、なので、ここはね、まあ、ダストでいいか。いや、これで俺でネクロズマいたら、訴訟、あー！いや、でもね、これね、削減しちゃいますよ。半減ですからね。半減ですが、しかも今回え？早くねこいつってちょっと皆さん思ったかもしれませんけど、今回ダストダスで、持ち物はこだわりスカーフでございます。こだわりスカーフ持ってるんで、まあ、上からね、ポケモン叩きつけることも可能であると。あ、まあ、伝説のポケモンセレビーもこれで、まあ、一撃がありえないと。なんか、クリスタルで、確かセレビーどっちが手に入るらしいですね。まだ、なんか動画では見てないから、まだ真か偽なのかはごめんわからへんけど、まあ、ビクニでしたね、やっぱり。まあ、勝利の星は、もう今となっては無意味であるよと。どうしよう。まあ、出すといいか。別に、こいつを引く。こいつ自覚ないな。あ、V 字にはむしろ都合がいいわ。あ、なんか、この試合、なかなか見られないで、幻のポケモンを見れて、皆さんホクホクなんちゃいますか？これに関しては、なかなかホクホクだと思います。で、これで、ね、これでもトリトドン出してしまえば、これ全ポケモン活躍で、まさかのポケモン界、抽選波史上の2回目か3回目になる、全ポケ活躍、できましたね。いや、結構ね、撮影早く終わるんかなって僕思ったんですけど、意外とね、フリーが負け多すぎてね、思った以上に春休みやからやと思うけど、あまりにも負け多すぎてね、全然勝てませんでしたね。だから勝率がね、今、これ 45% ぐらい。
うん。あの、伝説のポケモン使うはいいんですけど、なんか、キノガッサとかね、ゲンガーとかね、テッカギアとかいう、常人が使ったらあかんポケモンをね、まあ、使ってる方々がたくさんいらっしゃって、やっぱランダムフリー界は常人がいないなと、ちょっと僕は最近、ちょっと悟りましたね。はい。まあ、フリーは、ちょっと今は、あまり潜りたくないなという、そういう感想を抱きましたね。ということで皆さん、ここまでのご視聴ありがとうございました。ぜひともこの動画気に入りましたら、チャンネル登録と高評価、お願いします！